小倉のサブカル商業施設あるあるシティに5月26日からウルトラマン関連グッズを取り扱う期間限定店ウルトラマンディスカバリーズがオープンしました。6月13日までの期間中、毎週土曜日にウルトラマンパワード、ゼアス、グレイトラが週替わりで登場し、来場者と無料で記念撮影に応じるイベントも開催しています。九州熊本の方にはウルトラマンランドという我々のテーマパークを持っておりましたし、それから2年ぐらい前は博多の方で、駅ビルのアミプラザというところがウルトラの母を CM キャラクターとして使ってくださったり、そして今回この小倉で、こういったウルトラマンのイベントということで、九州の皆さんにはウルトラマンすごく愛されているなというふうに実感を持っておりますので、ぜひ今回の、ウルトラマンのこのイベント、小倉の皆さんにも足を運んでいただきたいと思います。店内には今現在国内ではここでしか買えないというマグカップやスマホカバーなどのノベルティ商品も数多く並べられています。以上、小倉経済新聞がお伝えしました。